で、きな粉がむせんようになじませて。立っとる立っとる。ただ米粉をね、水で溶いて丸めて茹でただけのただのお米のお餅です。で、砂糖の入ってないきな粉をかけました。やめて、もかちゃん、可愛く欲しいって言って。お座り、えらい。じゃあちょっとだけ食べる。全部はあげんけどね。一粒ずつぐらいじゃん。うん、もかあげますか。手で。で、きな粉がむせんようになじまして。もう、あげるときには原型とどめてない。です。お餅よ、きな粉ついた。食べた。わかる、おいしい、おいしいって。ご飯粒もらっとるのと一緒やな。もか、もか、ご飯もあげへんようにしてるけどな。そうやね。なぜなら穀物は消化しにくいから。犬は腸が短いから、穀物の消化が得意じゃないから。ちょっとだけね。そうそう、おやつに。てちゃん、てちゃん、ダブルお手。ダブルお手。立っとる立っとる。お手。お手。もうかが。テス。テスもやりたいな、お手おかわり。もうか。もうか待って。テちゃんお手。テちゃん。お手。よしよしよし。モカも持っておかわりし。おかわりは、おかわり。ちょっと爪伸びてるから痛いね。ああ、切らなね、うん。お座り。てっちゃんもお手は、ね、お手。モカお手。モカ。痛い。痛い。食べた。二つ目ね。うん。二人で二つ。うん。いいじゃない。そんぐらいにしとこう。え、終わりって顔しとるけど終わり。いってらっしゃい。までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日、バイバイ。こんにちは、もかやで。今日のお餅最高やったな。わーい、お餅とかお芋とかめっちゃ好きやねん。あー、でもケーキとかクッキーも捨てがたいな。お肉も好きやしな。一番好きなものって決めるの難しいけど、でも今日のきな粉のお餅はほんまうまうまやったで。明日もおいしいものもらえるとええな。